銀ゴケは、線類に分類される苔植物。コンクリートの間などにも生育している。日本を含む、世界中に分布。温帯などに多く見られるが、南極大陸にも生育している。他の苔植物や、地類と同所的に生育していることも多い。胞子体系は、長さ1センチメートル程度で、葉は茎に重なり合ってつく。茎には、 少量の花根をつける。葉は先が尖った卵型で中六が一本ある。葉の長さは0.5から1センチメートル。葉の先端近くはやや透明になる。植物群落全体は海緑色から白六色になる。胞子体は約1センチメートルの柄の先端につきは卵型。染色体数は N イコール10。かつては N イコール20の倍数体が南極に生育しているとされたが、これは後に大針金ごけの一型であるとされた。銀ごけは庭土や畑、都会のコンクリートの隙間にまで広く生育しているため、土壌などから吸収した重金属類の量を測定することで大気汚染の度合いを推定することができると期待されている。また、 南極などの過酷な環境に生育しているため、その凍結、乾燥体制に関する整理機構を調べることで、宇宙空間のような極限環境に対する体制機構を推定し、宇宙生物学の基礎的データを得ようとする研究も、ある。ABCD e の上広史、フィールドズ韓国系 P7 ハットカは Y&&H。Y H マシーズ・オブ・ザ・アンル・アイランズ・コレクテッド・デューリング・ザ・1957から1960ジャパニーズ・アンタークティック・リサーチ・エクスペディションヒコビア -2-160 から169エイビクツナ・トール三宅武西平直美藤井明子小野文久山下正道サエ制御乾燥低温及び矢部市人産処理による銀ゴケの投了変化 スペースユータライゼーションリサーチ26168から170井上、エスクロモソームスタディーズオン5スピーシーズオブアンタークティックマシーズ熊本 J サイバイオール131から5オチ HA タキソノミックレビューオブザジェニューズブライアムムッシーンアンタルクティカ MEM なるインストポーラーレスススペックイシュー1170から80 石井武史、野上雄作、直原純、銀ゴケ及び、梅の木ゴケ中の重金属を指標とした、大気汚染の評価に関する研究、岡山理科大学企業。A、自然科学24,67から74。ありがとうございます。